はい、みさかです。今回の動画は前回の続きです。 VR 環境と Unity を使って省略、とにかくアニメーション、クリップ形式のモーションを作る手順です。前回の内容まで見ている前提で話を始めますので、まだ見てない方は前回の動画からご覧ください。解説していく内容はこんな感じ。概要欄にも目次を書いておくので、だるくなったら好きなとこから見てください。前回の動画でアバターに憑依して VR 空間に入り、物を操作できるっていう環境が整いました。今回はこの環境でモーションを記録して、さらにそれを利用していく流れを解説していきます。まず Unity レコーダーを導入していきましょう。パッケージマネージャーを開きます。こちらのアドバンストのとこ、Show プレビューパッケージをチェックします。Unity レコーダーを探して、はい、ここでちょっとストップ。2020年7月現在、 Unity レコーダーのバージョン 2.2.0 にはプロジェクト再生中にはアニメーションクリップの記録開始ができないっていう致命的なバグがあります。他にもいろいろな挙動が怪しく、今回の手法では全く役に立ちません。 See all versions のところを押して、バージョン 2.1.0 を選択、インストールしてください。この理不尽な罠ですごく時間を無駄にしました。はい、無事インストールできたら Windows General のとこにレコーダーが増えているはず。上の方の設定、 Exit プレイモードはお好みでチェックすると、記録終了時にプロジェクトの再生も終了します。レコードモードはマニュアル。こっちのフレームレートの方はプレイバックはコンスタント、固定フレームレートに、ターゲットは30ぐらいで良いと思います。キャップは再生時のフレームレートを上のターゲットで指定した値に制限してくれます。チェックした方がいいです。アドニューレコーダーをしてアニメーションクリップを選択。ファイルネームはまあご自由に。パスの項目、録画結果のファイルはプロジェクト以下のここのパスで指定したフォルダに出力されます。ただフォルダが存在しないとエラーになりますので、フォルダなかったら作っておくとかして、ちゃんと存在するフォルダへのパスを指定してください。レコード、ヒエラルキーをチェックしてください。これがチェックされていると、ここのゲームオブジェクトって項目に指定したオブジェクトと、その仮想にあるすべてのコオブジェクトをまとめて記録するって仕様です。つまり、なんか、適当なオブジェクトをヒエラルキーに作って、親にするオブジェクトはトランスフォームをリセットして1とか0、0、0にしておいてくださいね。VRM アバターと物体を一つの親オブジェクトにまとめて入れてやると、階層構造に含まれる全てのコオブジェクトの情報を一気にまとめて記録できます。レコーダーの設定に戻ります。ゲームオブジェクトのところにいろいろ詰め込んだ親オブジェクトを指定します。レコーデッドターゲットは録画する情報を指定します。トランスフォームだけで OK、 位置、回転、スケールの情報ですね。Unity レコーダーは指定フォルダ以下にあるコオブジェクトの情報を全て記録してくれるって仕様なんですけど、ここで前回設定した EVMC4U でのハンドキャッチ、物をつかめるようにするスクリプトの動作を考慮する必要があります。実はこのスクリプト、オブジェクトを持った瞬間にそのオブジェクトはアバターの手オブジェクトの下に移動してしまいます。 Unity レコーダーでは記録途中でオブジェクトの階層構造が変わってしまうと記録することができません。困りましたね。はい、ですが大丈夫です。簡単に対処できます。階層構造のパスが変わらないようにダミーのオブジェクトを置いてやればいいのです。記録するオブジェクトのこの、掴めるオブジェクトをすべて複製します。選択して、コントロールプラス D とかをしてください。アバターは複製しないでいいです。複製したオブジェクトは適当に、空のオブジェクト作って入れちゃいましょう。トランスフォームをリセット。記録されないように、記録対象オブジェクトの階層の外に置いてください。元のオブジェクトすべて選択して、ペアレント、コンストレイント、コンポーネントを追加します。ソースの下のプラスをします。そうしたらオブジェクトごとに、ここに、それぞれを複製したオブジェクトを指定、キューブなら、キューブ1、スフィアならスフィア1、みたいな。そしてアクチベイトを押す。っていう、作業をひたすらやっていきます。オブジェクト多いと、ちょっと面倒かも。今の工程で、こちらの元オブジェクトは、複製したオブジェクトの動きに同期するようになりました。最後に元オブジェクト全部のレンダーやコライダーを無効にします。
これでこっちの複製したオブジェクトの見つかんで、そうさかになりました。こちらの元オブジェクトはつかめなくなりましたが、1、回転は複製したものと同期しています。複製したオブジェクトは掴んで操作するとアバターの手の子に移動してしまいますが、こちら元オブジェクトについては移動せずにそのままで1回転が変化しています。これで記録環境は整いました。では記録やってみましょう。プロジェクト再生状態でこちらスタートレコーディングをして思うままにムーブしてください。気が済んだらストップ。これでプロジェクト以下の指定フォルダにアニメーションクリップ形式のファイルができているはず。さて、記録したアニメーションクリップを再生してみましょう。再生する環境の用意から。ニューシーンで新しいシーン作ります。適当な空のオブジェクト作って、名前も適当につけてみますか。そしてここから下にいろいろ配置していきます。アバターとキューブとスフィアでしたっけ。記録したアニメーションクリップをきちんと再生するためには、記録した時と全く同じ階層構造、オブジェクト名でアバター、物体が配置されている必要があります。アバターの記録時と同じものが望ましいです。別なものだと、モーションにズレが生じる場合があります。逆に言うと、階層構造と名前さえ一致していれば、別なオブジェクトやアバターでも動きます。汎用的なモーションを作っておくと、あちこちで使い回しできたりします。そして一番上のオブジェクトにアニメーターコンポーネントを配置。このアニメーターを置いたとこから見た階層構造が記録した時の構造と一致してれば OK。プロジェクトに適当なアニメーターコントローラー作ります。ダブルクリックして編集。ステートを追加して記録したアニメーションクリップから再生したいものを設定。アニメーションクリップはループタイムチェックしておきましょう。確認に便利です。先ほど設置したアニメーターコンポーネントのコントローラーに今作ったアニメーターコントローラーを設定。これで準備完了です。再生してみましょう。記録したモーションが再生されているはず。あ、これ動きにおっさん成分がにじみ出てしまっているかも。はい、これで再利用可能なモーションデータができたわけですが、オブジェクトの量とか記録時間によっては容量がちょっと大きくて使いづらいってことがあるかと思います。おそらく 30fps とかで記録したと思いますが、モーションデータってキーフレームの fps が結構低くてもそれっぽく見えるので、 fps を落とすってのは有効な軽量化の手段です。この処理は結構簡単です。ユニティレコーダーで Add New Recorder アニメーションクリップ新しい設定を作って、ここのファイルネームまたはパスを先ほど記録したものと別なものにします。そしてゲームオブジェクトに再生時の親オブジェクトを設定。そしてこっちターゲットを動かすためにバリューキーフレーム FPS の値を下げます。だいぶ下げても意外とちゃんと見えます。10とかでもいける。ところで、ユニティレコーダーの設定ウィンドウなんですが、こんな風にゲームビューと別なタブにしとかないとちゃんと記録されない場合がある気がします。もし正しく記録されない場合は試してみるといいかもしれません。あ、ここ新しい方だけチェックしておいてください。そしてプロジェクト停止状態からスタートレコーディングをします。自動的にプロジェクト再生始まって同時に記録も開始されます。モーション終わったら停止で、これで先ほど記録したモーションを再生しつつ、それを元にキーフレーム FPS を落としたデータを記録生成するという処理ができます。上が 30fps の元データ、下が 10fps に落としたデータです。キーフレームがだいぶ減っています。容量は、なんと、45MB から 5MB に落ちています。データ的にかなり削られているわけですが、間のフレームは保管されるので、こういうゆっくりした動作だと、ほとんど差は出ません。積極的に削っていきましょう。はい、5回にわたって、バーチャルマーケットのブース作成関連の知見について解説してみました。いろいろと手探りしつつ作り続けていたので、かなり雑な部分とか多々あった気もしますが、この情報が皆さんのブース制作のお役に立てれば幸いです。次は、最近ちょっと気になっているクラスターのワールド制作とかやるかも。私、まだ触ってないのでやるかどうかは、まだちょっと未定です。まったりとお待ちください。あ、よろしければチャンネル登録とかよろしくお願いします。